今日はあおりクッキング。みなさんこんにちは、あおりチャンネルです。今日はハロウィンパーティーでね、使えそうなお菓子を作っていきたいと思います。今回は2つ作ります。それでは早速作っていきましょう。で、ちなみに言うと小学生でも簡単に作れます。それでは用意するものを紹介します。はい、まずはこちらですね、チョコペンです。私は普通に茶色とピンクを用意しました。一種類でも何種類でも OK です。で、次にマシュマロ、普通のマシュマロでもいいんですけど、私これね、100均で買ったんですけど、普通のマシュマロが売ってなくてチョコマシュマロにしましたね。美味しいからね。この3つはダイソーです。で、次、はい、薄手袋、これはキャンドゥで購入しました。これはポップコーン、これはイオンで購入しました。あとはペン、これは家にあったやつですね。で、あとは家にあった用事とお皿、ちょっと大きめのねお皿です。はい、こんな感じですね。それではですね、作りましょう。で、まずは簡単の方からいきましょうか。はい、で、すいません、言うの忘れてたんですけど、輪ゴム作る数分持ってきてください。はい、それでは作っていきます。まずはこの薄手袋取ります。私は今日ね、1個だけ作りたいと思います。こんな感じですね。で、こちらはね、今回ね、これ題名なんて言うんだろう、テポップコーン、テポップコーンって長いんだね。この、まあ説明するとですね、この名前は難しいんですけど、この中にポップコーンを詰めていって、これを輪ゴムで留めるんですけど、これだけだとなんか、だからちょっと爪を描いていきたいと思います。それで使うのがペンです。ペンどこ行った、これね、油性ペンですね。それでは描いていきたいと思います。これ他の色っていうか違う色ずつやってっても、なんかネイルしてるみたいで可愛いですよね。こんな感じですね。色塗ってきます。太いやつだった方が良かったかな、色塗る方だと。はい、親指できました。他の指もやっていきます。なんか爪、赤とか紫とかちょっとハロウィンっぽい感じの色でやったら可愛いですよね。はい、爪かけました。じゃあポップコーンを詰めていきたいと思います。ここに息を振ってかけると広がるのでやります。よし、 OK、 これで入れやすくなりました。じゃあポップコーン入れていきます。指の奥にこんな感じでね、入れていきます。はい、できました。じゃあもっと入れていきます。はい、こんな感じにできました。そしたら下のところを輪ゴムで留めます。はい、こんな感じでできました。気持ち悪いね。ね、なんか指だけ入れてるとき骨に見えたんだけど、ポップコーン、ね、すごい簡単だけどいいね、ハロウィンにね、これね、動画撮る前に一回作ったんですけど、これすごくない？みなさんこんにちは、あ、違う、これ爪がこっちかがこっちかみなさんこんにちは、あおりチャンネルですこれはね、なんかのキャラクターの手みたい、あほっつって。はい、こんな感じでした。爪かわいい。はい、もう一種類作ります。はい、もう一種類の用意するものは、はい、このチョコペンとマシュマロと用事とお皿です。チョコペンを溶かすためにはお湯が必要ですね。ということで、お湯を持ってきました。まずはチョコペンを温めます。そしたら入れていきます。ドブン。
でちょっと置きます。はい、その間にマシュマロを出して幼児に刺します。なぜ幼児に刺すかというと食べやすいためですね。あとやりやすいからね。つけます。今回私5個作ります。でちょっとね袋も開けちゃいましょう。うん、美味しそう。チョコマシュマロ大好き私。私ってマシュマロって焼いたことあるっけ。あのよくキャンプとかさバーベキューとかでよくやるやつ。こんなないんじゃない。ないよね。美味しいのかな。はい、OK です。じゃあ用事に刺します。こんな感じでブスッとどんどん刺していきます。はい、刺せたのでチョコペンが溶けるまで待ちます。その間ちょっとチョコレートマシュマロ食べちゃおう。いただきます。うん、うん、うん。はい、それではチョコペンの先を切ってまずチョコレートの方からやっていきたいと思います。切ります。チョキン。あー、どっか行った。はい、じゃあやります。で、ニコちゃんマーク書きます。最初いきます。うん、やばい、下手くそ。どう、可愛くないこれ。うん、可愛い。で、ちょっとハロウィンっぽい感じで描いていきます。あ、お、良くないこれ。ほら、あ、鼻つけんの忘れたわ。ほら、イエーイ、ハロウィンっぽい。これやっぱ楽しい、こういうのやるの。はい、どうだい。じゃあね、ピンク色の方もやりましょうか。お、これ、あ、待って、鼻また描き忘れたよ。はい、こんな感じです。かわいいね、ピンクもすごいかわいい。うん、かわいいね、うん、見てこれね、これお化けっぽくない、こっちの方が、うん、これゾンビ、これお化けみたいな。よし、できた、完成しました。あ、かわいいね。ピンクかわいいね。ピンクかわいいね。あ、そうだ、ちょっと待って、これにリボンつけたい、ピンクに。あ、下手くそだわ。下手くそでした。まあ、こんな感じで違う色でやっても可愛いね。はい、っていうことで完成しました。可愛い。ホラーマン似てないこれ。なんか似てんなと思って。ホラーマンだよね。ちょっと撮影終わったらホラーマン作るわ。ちっちゃい子が遊んでたやつだから。はい、ということで今回はあおりクッキングでハロウィンに使えそうなお菓子を作りました。あのね、手とか本当に簡単だし可愛いのでぜひ皆さんやってみてください。なんかハロウィンパーティーとか の机のところにポンって置いておいたら可愛いんじゃないかなと思います。はい、こちらはね、あのなんか発泡スチロールみたいなのに刺してあったら可愛くない。ね、私はね、これハロウィンにね使いたいと思います。皆さんもぜひ作ってみてください。それじゃあまたね、バイバーイ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして Twitter、Instagram、TikTok、あおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。